でしか絶対寒い、それ。これはまた何という寒さじゃん。じゃが、あの杖を何とかすれば元の姿に戻れないのじゃからな。うん、我慢我慢。そうでしか、ボケボケしとらんで先に進むぞ。でしか絶対寒い、それ。うわー、寒そう。いやいやー。なんか最近ほんと寒くなってきたからさ、もう嫌だわ、こういうのみんな。もう言うてさ、10月?いや、まだ10月じゃないけど、もう寒いよね。うん。なんで無音?音どこ行った音。トゥルルルトゥトゥー、トゥルルルートゥトゥルルルルトゥトゥルトゥ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 、あれ、あ、イベント、あ、イベントか。うん、なるほどね。なにこれ、誰か倒れるフラグじゃない。なんでわしがこんな寒い思いをせねばならんのだ。これも全てどんまけすので、いや、やつはもう死んだか。では、レオなんとかという犬のせいじゃな、全く犬の分際でブツ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 。ヤンガスはあんま寒そうじゃないよね、なんか。ブツブツうるせえな。こっちだって寒さに気が立ってんだ。ちった黙ってろよ。なんじゃと。別に何の迷惑がかかるわけでもないしわ。わしが何を言おうとわしの勝手じゃ。他人にどうこう言われる辻合いはないべ。ああ、まったく腹立つ。わしは先に行くぞ。ああ、全員のり飲み込まれちゃうの?トロトロでだけ飲み込まれるのかと思った。お。犬。尻尾で扉閉めよったやつ、あいつ。あれ、誰もいない。みんなはぐれちゃったのか、もしかして。うわ、一人。やばい。え、嘘。え、こっちにいんのか。うわ、誰もいないぞ。やばい。あ、いた!よかった!どうしよう。どうしよう。まずは、おばあちゃん。目覚めなさったか。うん、顔色もいいし、どうやら体に異常はないようですが、ようこそ我が家へ。わしはメディというこの山小屋に暮らすしがない、薬師のばあさんですじゃん。もうすぐあんたの分の、薬湯ができるから待っててくだされ。飲むと体が温まりますからね。なあ。お前、犬。犬。兄貴、お体の方は大丈夫なんですかい?兄貴だけいつまで経っても目を覚まさないから心配してたんでガスよ。一人で暮らしている山小屋でゲス。ちょうど雪、雪崩が起こった場所から近かったんで、吹雪が収まるまで厄介になることにしたんでガスよ。ほう。そこに寝そべってる犬、バフって言うんだが、そいつが俺たちを雪の中から掘り出してくれたんだ、そうだ。ほう。まったく大した犬だな。どこかの自称王様よりよほど頼りになるとは思わないか?まあ、そうだな。うん、おったおったんかよ、お前。これって、お前は自分の主君に対して何を言いよるか。まったくそのバフを読んできてやったのは誰だと思っとるのじゃ。おったんか?見えなかった、ちっちゃくて。この薬湯に入っているハーブは、ヌークソウって言って、体を温め寒さに強くなる効果があるんだって。ちょっと辛いけど、なかなかいけるわよ。でもばあさんからもらったら、でもまだ今作ってるって言った。ああ、違う。
お前たちが雪崩に飲み込まれた後、わしはこの山小屋を見つけ、大慌てで助けを求めたのじゃ。なのに、そこがばあさんの一人暮らしの家だと分かった時には、正直もうダメかと諦めかけたな。しかし、運の良いことに、そこで寝とる犬は雪の中から人を見つけ出す名人、いや、名犬じゃった。おかげで全員を掘り出し、無事ここまで運んで売ることができたというわけじゃ。すべてはこの山小屋を見つけ、助けを求めたわしの起点のおかげじゃな。感謝するがよいぞ。はあ。さあ、あんたは暖炉の前の席にお座りなされ。今、薬湯を持っていきますからな。いい人。すごいいい人。本当に大丈夫か？これ飲んで。大丈夫か？大丈夫なのか？こいつも、こいつも、あれなんじゃないか？ラプソーンの手先じゃないのか？大丈夫なんだろうな、これ。抜く、その、薬湯さえ飲んでおけば。はあ。助けてもらい、一夜の宿を貸してもらい、何から何まで世話になりますね。それにしてもばあさんもこんな怪しいのが助けを求めてきたのによく信用する気になったもんだな。そりゃそうだ。うん。この山賊崩れが貴様にだけは怪しいのとか言われたくないぞ。やっちまえ！確かに変わった姿の人だとは思いましたがね、この年になると人の容姿など気にならなくなりますな。まあこんな人のいない雪山で困ってる人がいれば相手が誰にも助けますわい。いい人！そういえばどうしておばあさんは山奥に一人で暮らしてるんですか？この家の裏手には古い遺跡がありましてな、先祖代々わしの家系はそれをお守りしてきたのですじゃ。しかしその役目もわしの代で終わることになるでしょうが、後を継ぐ者もおりませんのでの。そうなんですか。でも役目とはいえ一人暮らしはご苦労も多いでしょう。いやいや、気楽なもんですが、子供の時から、慣れ親しんだ土地だし、苦労など感じたことはないですじゃ。それに、時にはこうして雪山に迷った人が訪れてくれるので、寂しくもありませんしね。せんしな。ところで、メリーさん。実は、そのことで一つ聞きたいことがあるんだよ。俺たちは大きな黒犬がこの雪国の方へ逃げたという噂を聞きつけて追ってきたんだ。もしかしたら奴はこの近くを通ったのかもしれない。何か心当たりはないのかな。なんか最近なんかこういうイベントばっかりですごい話疲れた。読み疲れちゃったよ。なんかもうなんかずっとなんかずっとなんか読んでる気がする。大きな犬とはいえ、うちのバフくらいしか思い当たりませんの。バフに立つのに会えない。しかし、さまざまな人の思いところで聞き込みなどであるしな。この山は多くだって、北へ向かうと、多くに住まる町がありますので、じゃあ、人の探しはそこでしたらどうでした？なるほど、どうでしたら、教えてよ。次は、その町へ向かうとすると。大きな部屋へ、今だ、この雰囲気はなりませんとな。さて、思うわけでいいな、そろそろ休まれちゃうどうですか？やべえ、こいつ食われるんじゃないこれ、メディに。寝てる間にやられんじゃん。これ絶対また毒入ってるでしょ、これ。はい。今日のところ、うん。大丈夫？ああ、大丈夫。いい人だった。いい人だった。山を下って北へ向かったところですからな。道中気をつけてくだされ。そうじゃった。姫は無事か？夕べは寒くなかったか？それと、皆さん申し訳ありませんが、一つ頼まれてくれませんかな？オークリスに行ってグラッドという男に会ったら、これを渡してほしいのです。ああ、もうそれぐらいなら全然いいよ。うん、おそらく、わしと同じ薬師をしているはずですよ。くれぐれも頼みましたと。はい。ちょっと、中にあった本棚調べたいんだけど。ああ、出るのも。ちょっと待ってー。ちょっともう一回入ります。本棚だけ調べたね。うん。なんか、暗っ。暗っ、なんか。ただいまー！ばあちゃん、ただいまー！
最高の防寒具。賢者のローブはある赤い草を魔法の水に溶かした染料で染め上げることができるという。こうして集まったローブはどんな不備もものともしない非常に優れた防寒具になるだそうだ。なるのだそうだ。賢者のローブ、魔法の水、赤い草。はあ、ぬくそうかな。その後の賢者。7賢者、7賢者の一人、大学者カッティードは暗黒神との戦いの後、故郷である雪、やっぱいるんだね、ここにも一人。その多分、オークニスにいるんだろうね。あ、さっき言ってた、薬の人か薬師の人か、ただ、後世に伝えることを志したという。もしカッティードの潰した、何らかの資料が残したか見つかれば、それは歴史的発見となるであろう。はあ、カッティード。うん、じゃあ、行こう。オークニスに行きましょう。けど、ばあちゃんいなかったけど、どこ行ったんだろう。こっちはね、てか、またここ戻ってくるんじゃなかったか。なんか、イベントで戻ってくるはず。うん。よし、じゃあ、先に進みましょう。道なりに行って、あの真ん中のとこなんだけど、一回ちょっと左下の方ぐるっとしてから行きましょう。なぜなら、あそこら辺にキラーマシンがいたような気がする。3匹ね、サクサクっと仲間にできたような気がするんだけどな。3匹仲間なんないかな。なったら速攻バトルロード行くんだけどな。探そう。うわ、かっこいいねな。メラミ。メラゾーマいつ覚えるかな。メラゾーマ欲しいな。やっぱ単体に強力なダメージを与えるメラゾーマはほんと優秀だからね。ほい。何も起こさない。さあ、キラーマシンちゃん、いつでも出てきていいよ。なんかこう、壁沿いをぐるっとしとけば見つかるかな。あー、いないかな。羊がいる。宝箱。どっかから上の、上かな。アイスチャイム。おい、いいダメージ。バーゲバー。オッケー。けど上登れんか。あ、いた。発見、ロビン。よし、ハイパーコンゲ行ってくれ。バイケルト、こいつはね、2回行動できるからね。いやー、実にね、仲間になったら心強しだよ、ほんと。おっしゃー。もしかして、また、動く石像並みの戦いになるのかな。
あ、大丈夫だった。よかった。よし。動く石像強すぎだよね。そう考えたら。めっちゃ強かったよね、こいつ。銀か。うん。もちろんじゃないか。ロビン。機械兵ロビン。キラーマシン。いいね。能力的にはどうなんだろう。HP423。あ、普通強いかけど、やっぱ。ダン吉とかと比べたら。これで2回行動しよるから、さらにだよね。HP とかちょっと低いかもしんないけど。誰を消すか。ウコッケいらないか。うん、まあ使わないだろうね。さよなら。ちょっとね、スライムとかね、残しておきたい。発見発見。あと2匹おるはずなんだけども。宝箱はいっぱいあるな。右上の方も行ってみようか。あ、そうだ。チーム編成。ドランゴ下げて、あ、ドランゴ、ダン吉。いやー、ダン吉はね、なんやかんや倍切るといいからな。こうしよう。オークニスは、もう真ん前なんだけども、右側一回行って、左側は、左側はね、まだイベントというか、うん、何かしら行かなきゃいけないのがあるので、まず右側行ってからオークニス一回入ってって感じにして行こうか。で、ストーリーが進んだらね、その左側も見に行こう。あー、全然なんか違うやつがいたね。あ、もうなんかさっきがくしゃみが出そう。あー、鼻ですか。やっぱまだ治ってないのかな、風邪。よいしょ。どうしようかな。一応あの青い炎も倒しとくか。もしかしたらなんか強いかもしんないし、うん、氷の化身ブリザ。さあロビン行け。なんだけどさ、キラーマシンちょっと薄くない？なんか薄くない？なんかもっとさ、キラーマシンってさ濃いよね。なんか薄い気がする。何？塗装がなんか、剥げちゃったのか？てか、ザラキとかマジ怖いことしようかな、こいつ。いやー、二回行動いいね。よいしょ。ザラキワンチャンあるな。どうか。まあ、能力は低いだろうけど、やっぱ低いなー。スケさんバイバイ。あー間違えた、スケさん。はい。うーん、右側にはいないか。じゃあ奥にす行こうか。ちょっと撮影時間も1時間ちょっと超えちゃいそうなので、奥にす行って一回区切りましょう。キツネ。キツネ。やれやれ、ようやく奥に住み着いたようじゃな。それにしても、ヌークソの子のは、私はもう、じゃあ、雪道を歩いていても、ちっとも寒くならんわい。これなら、外にいても、奥にはならんな。うむ、わしはいつも通り、町の外で待っていることにしよう。うん。まあ、そりゃそうだな。化け物が入ってきたらまた、石投げられるか。石。あー、なんか、いいね。この街結構なんか、好きだった。うん。
好きだった。はい、じゃあちょっと一回、区切ります。うん。次パートは、このオクニスの中、ちょっとぐるぐるっとしてみます。はい。では、ご視聴ありがとうございました。